YouTube をご覧の皆さん、こんにちは。キャンピングカー TV のタックルでございます。気がつけば2019年も上半期が本日で終了ということで、キャンピングカー TV 2019年上半期勝手にオリコンランキング、僕のねチャンネルで2019年の上半期1月1日から本日6月30日までにアップされましたキャンピングカーの紹介動画の中で最も見られたキャンピングカーをご紹介していこうというランキング形式のですね、動画になります。第5位から発表していきますので、早速見ていきたいと思います。では第5位、YouTube をご覧の皆さん、こんにちは。キャンピングカー TV でございます。本日紹介する車はこちら。ナッツ RV さんのキャブコン。クレアエボリューション 5.3X という車になります。そしてこちらがダイネット。テーブルを挟んで両サイド。に座ることができます。あと、クレアの特徴として、室内の照明は、ここと、あとね、上に間接照明がついてるんですね。これが非常に綺麗で、室内をこう、高級感あふれるような空間を演出してくれてます。また、クレアで面白いのが、車両後部に向かうにしたがって、ここにね、段差があるんですよね。なので、バンクベッドの部分は、ここの部分を広くなってるので、高さがあります。そしてこの車一番の売りとなっているのが、ダブルベッドにマルチスペースがついたというレイアウトです。通常、キャンピングカーの場合、ダブルベッドにすると、ここのマルチスペースを確保することが難しく、それを可能としているのが 5.3メートルというこの室内の広さ、そして数センチ単位で計算されたレイアウトになります。このダブルベッド部分は、こちら、足元の部分、マルチスペースの部分の方が少し斜めになっていて、狭くなってますので、足元をこっちにするといいかなと思います。はい。ということで、第5位にランクインしましたのが、ナッツ RV さんのクレアでございます。こちらのキャンピングカーは、車両の後部側が、ダブルベッドですね。大人2名のベッドを保ちつつ、マルチスペースまで確保しているという、幻のレイアウトなんてね、呼ばれたりもしますが、それが特徴のキャンピングカーになります。では、続いて第4位の発表。今回ご紹介いただけるのが、加藤モーター DD ですね。はい、加藤モーターさんの DD、 ベースはハイエース。はい、ハイエースのスーパーロングをベースに使ってます。はい、これはキャブコンになるんですかね。一応キャブコンっぽいバンコンですね。あ、そうなんですね、はい、バンコンになります。うわ、なんかもうおでこみたいな部分があるんで、キャブコンかと思ったんですけど、バンコンなんだ。すごい。そうですね。はい。ボディのカットの方は、まあ、ルーフのみとなっておりますので。へぇー。バンコンという括りになります。乗車定員これは何名ですか？5人になっておりますね。乗車定員が5名。はい、5名になってます。運転席、助手席とありまして、はい、あとこちら、横向き座席で3人座れるような形になります。この運転席、助手席と、こちらの横向き座席ですね。はい。になります。こちらが横向きに、はい、3人。3人、はい、座れるような形になります。あとはこちらですね、はい、常設ベッドになります。はい。大人2人が楽々寝れるような大きさになっておりまして、長さ的には1メーター90、長さが取れるようになっております。この横1メーター90あるんですか？そうですね。ぜひ寝てみてください。いいですか？はい。うわ、すごっ！あ、もう、余裕。僕、ね、身長が178センチぐらいあるんですけど、全然余裕です。そうですね。やっぱり1メーター90あるので。うわ、いいなぁ。ますね、いいなぁ。そうですね。大人2人でも余裕で寝れるような寸法になっております。上の方がバンクベッドになっております。こういうふうに、
柵のロックをこう外して、広っ、こういうふうに、縦でこう寝泊まりできるようなバンクベッドになっております。縦で大人2人、2人はそうですね、あの十分寝れるスペースになっております。でこちらの長さが2メートルちょっとありますので、実際ね、本当に背の高い長身の方でも十分寝れるような長さになっております。そっか、さっきの横のよりもさらに、さらに、はい、こちら長いベッドになっておりますね。さっきこうダイネットとして使ってたこの上の、はい、に乗られてたじゃないですか、はい、室内高っていくつぐらいあるんですか？室内高は2メートルちょっとありまして、そうですよね、私がこう手を伸ばしても天井に届かないぐらいのこう室内高があります。すごくこう開放感がある空間になっております。こちらの方、はい、奥の方は、まあ、大人でもこう寝れるようなスペースになっておりますので、まあ、ちょっと小柄な方であれば、あのここで奥の方で大人も寝れるようなスペースになりますね、はい。まあ、一応こういうふうに、運転席を前に出して、え、十分じゃないですか。そうですね、マットを敷けば大人で、え、ちょっと寝てもいいですか。はい、どうぞ。え、全然寝れる。そうですね、あの、あ、寝れる、ちょうど寝れるような大きさになっておりますね。むしろ一人だったら贅沢なぐらいな、そうですね、大きさ、幅もこちらまでありますので、はい、十分だと思います。ということで、第4位は加藤モーターさんの DD でございます。厳密に言うと加藤モーターさんの、DD に車中泊をさせていただいた動画がですね、4位となりまして、まぁ、ちょっとそれだと室内の動画が分かりづらいので、今回はね、以前にアップしましたその DD の室内の動画を使ってご紹介をしました。まずね、 DD に関しては見た目がもう本当にキャブコンのようなキャンピングカーなんですが、まあカテゴリーとしてはバンコン、ハイエースがベースとなっているキャンピングカーになります。で、まあ室内高もすごく高さがありますので、当然車内で立ち上がったり着替えたりすることも全然可能。後ろがダブルベッドかつマルチスペースが確保されていたりですね、すごく面白いレイアウトのキャンピングカーになってます。実際に泊まってみた印象としてはすごい静か、うん、本当に防音性っていうんですかね、がすごく高くて、あと断熱性ですねも非常に高く、木のぬくもりも感じられるというね、すごいしっかりした作りというのが本当に第一印象としてね、ありました。では続いて第3位の発表。八谷社長がご出演いただけるということでよろしくお願いします。よろしくお願いします。イスズビーカム2トンワイドベースはやぶさになります。確認なんですけど、はい、キャブコンでいい、うん、キャブコンですね、はい、キャブコンです。もうほとんどバスコンに近いような感じがしますが、はいはい、このビーカムをあえて選ばれているところはどういうところに理由があるんでしょうか。あの当社としましては、そういう夢を実現していただくために、まず一番大事にしているのが安全安心、ここを一番重視させていただいてて、それを満たせるベース車両として、当社はそのいすゞさんがこう出していただいてる B カムというのが最良の車だと。めちゃめちゃ豪華だわ。こちらがダイネット。そうですね、ここテーブルもこう下げてフルフラットになるんですが、まあ大人2人、結構体格のいい方2人でも十分寝れるサイズになってますね。よく海外のモーターホームとかでこういう作りのやつ見たりしますけど、はい、国産のキャンピングカーではあんまり見ないかもしれない、うん、このタイプ。床下にサブバッテリーが 12V 190A というものを、左右に2個ずつ。 190A を左右に2個ずつ、はい、そうです、はい、信じられない量ですね、なのでこのエアコンとかが普通に2泊3日発電機もなしにエンジンもかけずに動いちゃうぐらいの量が
ところが、ベース車の発電容量、そのオルタネーターが、24V90A という、他のキャンピングカーと比べると、飛び抜けて大きいものがついてまして、24V の 90A。はい。まあ12V 換算でいうと 180A、 電気の強い証みたいなところで、ヘリ仕様がついてたりとかですね。僕んちより豪華です、第3位は日本特殊ボディさんのハヤブサになります。ハヤブサはですね、これ前編と後編で動画を上げておりますが、前編の方はこのハヤブサに使われている車をメインにご紹介した動画になります。日本特殊ボディさんはベースの車をいすゞのビーカムという、シャシーですね、ベース車両を専門に扱っているキャンピングカー屋さんになりまして、よくねキャブコンだとカムロードとかがよく使われるんですけれども、そのカムロードはだいたい 1.5 トンのベース車両を使っている中で、2トンベースのシャシーですね、ビーカムを使って、キャンピングカーを製造しているというのが大きな特徴になります。もちろんその分大きなトラックベースのものを使っている分、走行性が安定したりですとか、より重たいものを運ぶのに特化しておりますので、その分サブバッテリーとか大きなものをね積むことができるので、室内で使う電気の量もすごくね大きな容量が使えるようになっております。本当にねエアコンとかはソーラーパネルとサブバッテリーしっかりつければ、夏場の日中はほとんどねバッテリーを減らすことなくエアコンを使い続けることができるというですね、非常に電装に強い、そしてヘルシオがついてたり IH がついてたりというね、本当にもう電気に特化したキャンピングカーになっております。では続いて第2位の発表。本日紹介する車はこちら、トイファクトリーさんのバンコーンコルドバクルーズという車になります。乗車定員が4名、就寝定員が2名の車となります。まず見ていただきたいのがこちらの窓になります。ハイエースの窓を取り外し、このようにエクステンションウィンドウと呼ばれる出窓のような窓をつけました。しかもこちら、通常使われているものよりも1枚窓が多くなっています。その秘密は室内のレイアウトにあります。こちらはダイネットの窓になりますが、実はこちらマルチスペースの窓になります。そしてその下、こちらはトイレの排水ブラックタンクなどが入るスペースになります。通常マルチスペースがあっても窓がないシリーズのものも多いですが、こちらのコルドバだけは特注のオリジナルウィンドウということで窓が1枚多くなっています。続いて見ていきたいのが運転席と助手席のシート。室内でくつろぐときはシートを前に倒して、このようにテーブルを挟んで対面式のダイネットを形成することができます。ダイネットに使うこちらのシートはこのように簡単に取り外すことができます。収納もポケットがついているので走行中邪魔になることもありません。ゆったりとした時間を過ごすために就寝定員は2名となっておりますが、ベッドに展開することもできます。通常のサイズが 1640×900、オプションマットを使えばそのサイズ 1640×1200 まで広くなります。室内の照明はこちらダイネット上部の丸い LED のライトと、その反対側のスイッチはその上の間接照明のスイッチになります。メインの室内灯はこのようにワンタッチでつけたり消したりすることができます。幸せな食事の時間を過ごせるためのダイネット、そしてそれを
サポートするためのキッチンスペースもしっかりと確保されています。ガラス製の上蓋を開けると、ステンレスのシンクが出てきます。そしてその隣、作業用のスペースとして使ってもいいのですが、こちら、蓋を開けると冷蔵庫が出てきます。2リッターのペットボトルも縦型に収納できる40リッターの冷蔵庫。なお、こちらの冷蔵庫はマイナス15度まで温度を下げることができますので、冷凍庫として使うこともできます。嬉しいことに、こちらの上蓋はゆっくりと下がるように設計されていますので、お子様も安心して使えるようになっています。マルチスペースの床材は汚れに強い素材になっていますので、拭き掃除だってできちゃいます。外観の説明でもお話しいたしましたが、こちらのコルドバクルーズではマルチスペースに窓もついていますので、換気なども簡単にすることができます。また、サイドにはミラーもついているので、ちょっとしたお化粧室として使うこともできそうです。クルーザーのエッセンスである、上質な眠りを提供してくれるベッド。こちら、ベッドの形がマルチスペースを確保しているために、車両後部を向いて左側の方が少し狭くなっています。大人2人が横向きに寝ることができますので、狭くなっている方向、車両の左側を足にして寝るといいと思います。トイファクトリーさんのコルドバクルーズでございます。このね、コルドバクルーズというのは、もちろん名前の通りクルーザーをイメージして作られたキャンピングカーになってまして、お食事をゆったり取れるようにというのと、あとはまあ就寝ですね。まあ、快適な睡眠を取れるようにといったところに、まあ、特化したキャンピングカーバンコンになるんですけれども、動画でもお伝えしてますが、エクステンションウィンドウといって、まあ、ハイエースの窓を取り外して車の室内空間を広げるために窓をちょっとこう出窓のようなね形にしてるんですけれども、通常その出窓エクステンションウィンドウは窓が2枚しかついてないんですよね。うん、でもこのコルドバクルーズだけはオリジナルのそのエクステンションウィンドウを使っておりますので、窓が3枚ついております。でその分マルチスペース、要はお手洗いですね、トイレにもしっかりと窓をつけることができたというですねところに特徴があります。で車両後部には大人2人がゆったりと眠れるようなサイズのベッドが確保されておりまして、あとはダイネットの部分ですね、お食事をするところもテーブルを外して、まあ、ベッド展開すればゲストが来た時などは、まあ、そのサブの、ね、ベッドスペースとして使うことができるというですね車になります。やっぱりトイファクトリーさんは中のインテリアがすごくおしゃれになっておりますので、出かけるだけでもねワクワクするような、本当にインドアとアウトドアが融合したようなキャンピングカーを作っていらっしゃいますので、そういったところも、まあ、人気の秘訣なんじゃないかなと思っております。では、最後に行きましょう。第1位の発表。こちら、ウラルなんですけど、このね、バンク部分見ていただきたいんですが、ちょっと、こう、出っ張りが出てて、デザインが施されてます。で、これ実はまあ見た目もそうなんですけど、これ雨降った時にすごい便利で、普通キャブコンって上の部分つるんとしてるんですよ。つるんとしてて、ちょっとおでこっぽくなってるんですけど、これはこのようにラインを入れることによって、雨が中心部分に降りてくるんですね。つまりどういうことかというと、例えば、雨降った時に運転席入る時に、こうやってやろうとするとバンク部分から結構雨が落ちてきちゃうことがあります。だけどあのセンターのラインがあることによって雨が前の方に中心部分の方に流れていってくれるので、入るときすごく楽な設計になっています。こちらがその室内になります。乗車定員が6名ですね。運転席助手席の他にここのテーブルを挟んでこちら側に2人こちら側に2人で座ることができます。就寝時はこちらをテーブルを外してベッド展開することもできます。続いてこちら側が運転席部分ですね。後ろ向きのシートとここの部分がバンク部分になりますが、こちらは就寝用ではなくて物置になってます。
結構大きなスペースが入りますので。続いてこちら側がシンク。普段はもちろんこのように蓋を閉めることができます。シンクの上の部分にも窓がついてますので、ここでカセットコンロで調理しているときも空気をね、外に逃がすことができるのは、できるようになっています。そして、そのキッチンのすぐ下には冷蔵庫がついてます。あと、その他にも、このように、収納スペース。お箸とかね、食器類を入れることもできそうです。続いてこちら。こちらがリアの常設ベッドになります。子供用の二人ベッド。お子様が二人眠れる大きさがついてます。で、それぞれまた収納が両サイドについておりますので、こちらにもお子様用のお洋服など入れることができそうです。そして、こちらですね、なんと、就寝時にもすごい嬉しいタッチセンサーがついておりますので、ほら、このようにワンタッチで照明をつけることができます。そしてこの奥についているのが、実はこれがエアコンになります。第1位は、ファンルーチェさんのウラルでした。おめでとうございます。結構王道中の王道のキャンピングカーといった感じもしますけれども、室内のやっぱりレイアウトの高級さといったところが、非常にですね、人気の高い点かなと思います。ダイネットに使われているシートなども、こうちょっとね、レザーの色とかが落ち着いておりますし、幅広い年齢の方が好きそうな優等生タイプのキャンピングカーになっております。で、外観の方の説明とかも結構してるんですけど、例えばバンクベッドの部分にちょっとこうラインがこう入っている、いたりして、雨がこうね、外側に流れ落ちないようになっていたりですとか、あとはエアコンの室外機の場所でしたり、排水タンクの場所でしたり、そういったものが緻密に計算されていて、車の重量バランスを非常にね、考えられたキャンピングカーになっております。ですので、長く大切に乗ることができるキャンピングカーであるなというのが僕の印象でもありまして、やっぱりね、視聴回数が伸びたのも、すごく丁寧に考えられて作られているところに、ポイントがあったんじゃないかなというふうに思っております。はい。ということで、本日はですね、2019年上半期のベスト5ということで、様々なキャンピングカーをご紹介いたしました。下半期もですね、もちろん動画頑張ってあげていきたいと思いますので、またまたご視聴いただければと思います。ということで、本日もご視聴ありがとうございました。画面右下よりチャンネル登録よろしくお願いいたします。画面左下より関連動画も出ておりますので、そちらもよろしくお願いいたします。それではまた、さよなら。